今回はこのしそでございますが、しそはですね、まあ、このようにしそ専用のわさびという、まあ、これも SB でして、まあ、いつの間にやら新しいのがこう出ていたんですが、新シリーズっていうかね、いろんな唐辛子とかからし以外にですね、出ていて、前はその2種類ぐらいしか確かなかったんじゃないかなと思うんだけど、最近はそれ以外にもね、いろいろあって、でこういうふうに先ほどのものにつけて、まあ、蒸し上がりたいと思いますが、まあ、こんな感じですね。あ、本当だ、しそって感じだね。ちょっとわー、くるね、酸味のくる。あの、しそなんだけど、梅がこれ入ってるだろうっていう、来たぞみたいなね、もう梅が来たみたいな感じの、もううわっていう、梅の味としその。感じがして、まあ、なかなかいい感じですね。でこの梅とシソの両方の味で、まあ、結構これもいける感じかな。紀州だから四国の方だね。四国の方の有竹の梅というのを使ってて、なかなかちょっとこうちょっと贅沢なものですが、まあちゃんとしその後からこうじわっとくるしその味わいと香ばしさと、しその、あ、梅のこうじわっとくる酸っぱさと、しその味というのがいいなという感じです。どうもありがとうございました。